俺らが逃げて。相手はマジで落ちるんだけど。裸が群がってくる。裸が群がってくる。新しい家だ。新しい家だ。お、来たー来たー、お邪魔します。あ、こうやってた、こうやってた。お邪魔します。行くぞ、行くぞ、行くぞ、行くぞ。倒すか。オッケー。壊さなくていいよ、寝袋。壊さなくていいよ、寝袋。じゃあ俺たちシェアしてっから仲間になるんだよ。仲間にルームメイトとは仲良くしない。ルームメイトとはね。こんな一気に広々ってきたら怖いよ。レナの部屋。お邪魔した。え、あ、違う、ここ個人部屋だ。個人部屋かな。外か。あ、これあるよ、絨毯あるよ、絨毯。個人部屋良くないっすね。あ、ここは納豆の部屋だ。なんかあれ、なんか冷蔵庫。あ、いっぱい行ってないっすね。あ、困ってた今。あ、寝てる寝てる。お肉、一個くらい食っても大丈夫か。みたい。やっぱこれも個人部屋？ここ何もないよ。ここ納豆だね。なんかところどころ個人部屋あるよね。じゃあ5人。おおお、すごい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 。あ、これ十分だわ。あ、これすごいわ。多分なんか取ってた。ルームメイトからね。取ってないんだよ、まだ。あ、こんにちは。やば。レナ。あ、いやね。いいよ。半分なんだけど。見せて、見せて、見せて。来ました。来ました。うわあ、本当だ。動画撮ってる、動画撮ってる。やばすぎる。やばすぎる、これ。シェアハウス。一番書いたら気づくかな。一番書いたら気づくかな。あの、なんかちょっと照り出した。これやばいな。いや、これやばいわ、マジで。これひでえな。肝心の俺らの拠点。まるで我が家のようだわ。ベッド、ベッド結構あるね、6個か。全部名前一緒なんだけど。やべ、ハイメタやべ。どこ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 。あ、この回か。この回はすごいね。この回はすごい。あ、もらってきた。え、これだけ？持ってなかった？いや、まあ、こんなもんすよ。え、もっとなんか倉庫広くなかったっけ？こんなもん？こんなもん。お邪魔します。どうしようどうしよう、まだ開けちゃった。閉めれない閉めれない。え、どんぐらいもらってく？ほぼほぼ、え、全部全部もらっちゃっていいのこれ？ほぼ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 もらってく。よくも全部逆に全部持ってきたら、あ、止まらなかったかみたいな。もらってくなわけねえだろ。何したんやね。レナちゃんの部屋入りてえな。みんなで見てきたいんだ。え、これさ、本当にさ、本当に誰も殺さないでさ、誰も殺さないで、何もいじらないで、そのままの状態で中身だけ全部すっからかにしとこうぜ。本当に、ゴミ一つ残さないでさ、持ち帰ろうぜ。
全部捨てる感じ。そう、いらないなら全部捨ててさ、もうなんか逆にもう何もなくそうで、僕家庭の中気づかん。ああ、いやこれ反応見れないのが悲しいな。反応見れないのがそれ、俺らの中で楽しむことしかできないな。逆にお前寝とけよ。いや違う、本当に逆になんだろう、俺たちが来た痕跡を残さないんで、完全にそれこいつの仲間ですんじゃないの。チャットってかずっと落ちてるわけって言ったら、これさ、あれで医療とかすごかったよ。医療ハンボックスあったからね。早めたら俺やばいんだけど、手持ちに1,2,3,4,5,512個ある。じゃあ待って、持ちきれない、普通に持ちきれない。ここに名前付き出したけど、いや気づかされ痕跡残さないのが、痕跡残さないのが。それかこれ俺たち勝手に上に拠点作っちゃう、増設する。屋上に拠点作る、3×3ぐらいの。ここも部屋作れるよ。シェアハウス。多分俺ら一緒に住みそうやけど、なんかバカっぽそうや。道は合ってたよ。あ、どうもみたいな。でも武器少なくない？武器少なすぎじゃない？ちょっとって。でも資源はあるけど、なんかあいつら武器持ってなかった？気のせい。なんか装備してたね。ねえ、全身装備してたよね。レナちゃんの部屋入りたいな。レナちゃんの部屋入りたいよね。入れてくんないかな。もう俺持ってんの。ちょっと手持ちある。ほんと少し。持てる人もうちょっと。ほぼ進みないけど。お、かまど部屋。かまど部屋ね、見てみ、すごいよ。硫黄持った？硫黄。肉持てる人持ってくんない？全部中身捨てる。あら、いらっしゃいって書いて歓迎されちゃってるよこれ。歓迎されちゃってる俺たち。食っちゃうみんなで。これ炭も結構あるな。確かに。あれも場所が場所だ。いや、そう、武器がないんだけど俺、武器が。ここにも結構あんのか。これイードアだけもらう？あー、ハイメタル？さすがに気づくかそれ。さすがに気づくでしょ。これさ、1枚目のドアをさ、取ってからさ、ここにさ、全部開けっぱなしにしてたからさ、あれさ、そこ入れたんじゃねえの？みたいな。なんだ。1枚目のドアを壊されて、アイがあるかみたいな。アイがあるか壊れた。あはこれあるね。なるほどね。あー、なるほどね。いやでもそんなバカなのする。昨日誰で開けっぱなしで落ちたやつみたいな。あ入り口の方2、3枚取って、あ入り口の方2、3枚取って奥の方開けっぱなしにして、でなおかつ倉庫の前の扉とかも開けっぱなし。あ、倉庫の前の扉壊せば、取ればいいのか。取れば壊して、で途中は開けっぱなしの状態で入ってきて、その先は壊したみたいな、そういう展開。あ、なるほどね、心理戦ね。確かに言われてみたらそうだわ。気づかないわそれ。また取るな。無限ループじゃ。倉庫の前のさ、あるコードロックとか取っとけばいいもんね、扉とか。そしたらなんか途中開けっぱなしだったみたいな。ハッチとかさ、開けっぱなしにしとこうぜ。逆にさ、こいつらずっとバレんかったらさ、新しいサーバーとか開いてきてもこいつらあるけど、そうかもしれんけどさ。それはきついだろ。納豆買えねえよ。
中身全部捨てちまうだもん、ランタンも。つけっぱなししとこう。開放が結構あるんだ。あ、そうか。あ、でも、あ、これ助けられたのか。借り拠点っぽいところあったけど。裁縫道具持ってない？大型の裁縫道具。ロープいらないか。ロープいらないよ。大型の裁縫道具持ってくんない？苦しいね。え、じゃあこれ倉庫の前の扉外しちゃっていい？外すよ、倉庫の前。倉庫の前開けっぱなしいいね。え、倉庫の前開けっぱなしはまずくない？開けっぱなしどうすんの。あ、じゃあ倉庫開けっぱなしにして、どこ割る？ここ割る？ここ割るか？ここ割る？いいところと、いい扉全部割られた手で。いや、それおかしくないだって。タンス当たられてないけどね。オッケー、じゃあ、ちょっと待って。まず入り口の方を、じゃあまずこれ外すわ。暗証を解除する。これ鍵を外して、扉を外す。で、ここも外して、ではここまでは普通に割ってきた手でね。で、最初ハッチが開けっぱなしで。はい、最初ハッチが開けっぱなしで。で、ここどうする？ここ。ここは、小窓の上。ここも見つけたっていうか。だから、あ、いいよ別に。だってここ開けっぱなしで、木の扉開けっぱなしでしょ。さすがにここ開けっぱなしにするだろ、バカだったら。いや、でもここ開けっぱなしにして、この、自分でやだったらさ。これ、あ、じゃあこれ外すこれ、これ外すこれ外すか。これ木の扉だから簡単に壊せるもんね。壊した手にしよう。壊した手にして、ここもコードロックすごい。今こんなのになるんだね。で、どうする？あ、壊しておきな。そこのベッド壊しておきな。そこのベッド壊しておいていいよ。で、ここのハッチどうする？ここのハッチも消す。ここのハッチ消す。このハッチ。開けっぱなし。屋上まで全部開けっぱなし。え、それきつくない？それさすがにきついだろ。そう。わからん。でも相手はまず連合ってことしかわからん。それはもう。じゃあここ開けよう。ここはさ、ここは外そう。ここは。ここ外しとこ。外すか。ここ外そう。ここは。ベッド足に。ベッド閉めとか、ベッド壊さないで、ベッド、そう。壊さないで、ベッド閉めといて。で、一応屋上のハッチが外そうぜ。で、これ外そう。ハッチ持って帰ろう。必要だし、ハッチ。コードロックいらないわ。コードロックはいらない。で、これから大型炉の方降りたっていう手でいいでしょ。あ、完璧じゃない、ほら。どうするこれ、大型炉の方開けっぱなししとくの、これ。そこ開けっぱなしすんの。あ、2枚目はさ、1枚目。ハッチ開けっぱなし。ハッチ全部開けっぱなし。あ、屋上壊しちゃって。でも、それ出るときどうすんの？出るとおかしくない？出るとき下の入り口でいいやん。下の入り口また反対から割っていいじゃん。ああ、いいね、じゃあ。え、でも、割っていただったらおかしくない？ドアを壊さないと。ドアを壊さないとおかしいでしょ。あ、これもうないんか、じゃあ。うん。ここを開けっぱなしにしとく。え、それかさ、これどっちか1枚外すってどう？どっちか1枚外すの。じゃあ外すのもいいよ。こっち外す。ここ外すぞ。ここ外そう。で、ここ壊された点にしとこう。完璧だ。で、このハッチも開けっぱなしちゃった手にしよう。完全犯罪だ。でも、こんだけやったら、ちゃんとリセットしないで。かなぁ。いや、これ、炭とかどうする？パスコード知ってるけど。炭とかどうすんの？これ、一回に炭余ってるけど。持てないな、やっぱ手持ち空いてない？まだ持てる。リックさんで、あれ、大型炉に一回炭取り来てくんない？ぶち切れるぜ。ああ。ハンボックスぐらいあるはず。
るよ。あそこ、あ、あるよ、ある、殺すわ。え、これ、人は殺さなくていいよね。え、殺さないで。うん、殺さないでおこう、殺さないでおこう。なんかちょっと、たまにあるじゃん、襲撃者も殺さないやつ。そういう風にしとこう。そんな感じで。マジで何が起きたかわからん。いい扉はどうする？あ、その反対のいい扉、さすがにそれおかしいだろう。おかしいか。うん、さすがにそれ取ったらまずいだろう、反対は。なんで両方から割ったんでってなるだろう、普通。え、これ1個目のさ、ハッチやっぱ外す？これ、これ外す？これ。ちょっとおかしくない？これ2個開けっぱなしっておかしいだろ、相当。あ、初心者はあれだ。あ、まあいっか、開けっぱなしでも。これやばいな。うん、ハッチ機能枠だからね。まあいいか、これで、これで完璧でしょ。あ、これ、この奥の木のもうあれなんだけど、さすがになんもないか。あ、ここもこちらの家だ。こいつは結構家持ってると思うよ。ミニクルがある、ミニクル3つ。まだ中身しか入ってない。ここは一発だ。うん、そこそこそこやってこ。いや、これ完璧ですわ、これ。完全犯罪だった。これきっちりや。でもこれまたそのまんまや、扉とかつけたらあれやもん、ね、それを解除して抜かれるし、ね、これ C4 で抜いてった手だね。 C4 で抜いてった手でいこう。でパスコードそのままだったりしてな、またさらにでかくなったらこれを1週間ぐらい泳がせて1週間ぐらい泳がせて。いや、これ本当やられたらきっちりな。これはわれた、耐えろ。キノコ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 、やばいマジでやばい。じゃあお前ら裸、じゃあお前ら裸だからだよ、お前ら裸だから。キノコ食べるんだ。じゃあお前らお前ら裸だからだよ。じゃあちょっと止まれ。じゃあお前裸だからだよ、服着ろって。なんで、ね、すげえ足で元に持てない。持て一番いいの持ってんだけど、これ手持ち。え、ちょっと待って、とんこつくんどうすんのそれ。寝袋作ろうか。持つかどうか。え、どうにかして持たせるしかないんだけど、それ。それなんかどっかボックス作ってくるんだよ。木持ってる人いる？いや、あるけど、詰める。木ちょうだい、木ちょうだい。鉄がないのか。あれ、布あげるからさ、隠しボックス作ってくんない？あ、作ってる、オッケーオッケー。あれじゃあ、あれ、寝袋作るわ。なんであそこに装備いっぱいあったのに、裸のやつに。てめえ何時間なっすよ。マジで面白い。